非常口、非常口、非常口とは何らかの非常事態が発生した場合に備えて設置された出口のことである。日本の消防法においては避難口と呼ばれる。ビル、地下街、劇場、ホテルなど不特定多数の人が集まる場所では火災、地震、事故その他何らかの非常事態が発生した場合に迅速かつ安全に対比する必要がある。 そのために非常用出口と、それが非常用出口であることを示す標識、及び各所に、最寄りの非常口へ誘導する案内看板、誘導標識が設置されている。このうち、離れた位置あるいは煙の中でも視認しやすくするために、半透明の表示板に電灯を内蔵して、標識自体を発光させた設備を誘導等という、設置されているところとして、蒸気施設などのほか、 駅構内、トンネル、鉄道車両やバス、航空機などの乗り物にも設置されている。非常口には、緊急時にのみ使用することを目的に作られた出口のほか、工場的に使用する出入り口、正面玄関なども指定される。緊急時のみに使用する非常口は、雇用を防ぐためや緊急通報と兼ねるため、非常ベルを押さなければ非常口が使えなかったり、 開閉ハッチ自体が開けることで非常通報の代わりとなる機能を備えることがある。誘導灯色が緑色である理由については火災時に炎の中で最も目立つ色が緑色であるためである。1911年にニューヨーク市で発生したトライアングルシャツウエスト工場火災は多くの労働者が建物を脱出できずに炎や煙の吸引、または転落。 飛び降りにより死亡するという歴史的な火災時となった。この工場には二つの非常口があったが、一つは労働者の無断休憩や材料の盗難を防ぐために施錠されていた。もう一つの非常口は炎の熱と避難する人々の重さに耐えきれず崩壊した。また、これらの扉は内開きになっていた。この事故を受けてニューヨーク市は予防局を設立し、労働法や 建築基準の立法、改正を行った。この中には、スプリンクラー設備、非常口や、避難通路の安全基準、光る誘導標識、誘導等の要件が盛り込まれた。アメリカ合衆国の国家防火協会は1913年から、非常口や、避難階段などの基準化について、検討をし、1921年に建築物非常口基準を公表した。 日本においてピクトグラムが施行される前日である1982年3月31日以前に落成した建物では非常口、非常出口、非常階段の文字のみの表記であった。なおこの文字表示のみの誘導灯は遅くとも1970年代初頭にはあったとされるが、日本照明器具工業会において誘導灯の認定が開始される1975年2月までは、 通常同期は、蛍光ランプが点灯し、停電時には、豆球3個が20分間点灯する仕組みのものが、各地消防の独自認定で持って使われていたとされる。1972年の千日デパート火災、1973年の熊本の太陽デパート火災では、非常口誘導灯のサイズが小さかったために、非常口の場所が、 火災による煙などで分からず、逃げ惑う人たちで混乱した結果、とても多くの死傷者を出したため、消防法が改正されるとともに、日本照明器具工業会において誘導灯の認定が開始されることになった。とは言うものの、この時点において、非常口などの事態や、英語表記の有無が、誘導灯の製造会社間で統一されることは、なかった。文字表示のみの誘導灯、 特に巨大な明朝体は見るものに威圧感を与えたり、子供を怖がらさせてしまったりするなどの問題を浮き彫りにしていた。また誘導灯の大型化は、その場のイメージを壊してしまったり、病院などでは夜間に患者の安眠を妨げてしまったり、手術前の緊張を増大させたりといった問題も、生じ、そもそもいくら大型化しても文字盤が、 薄い煙の中で見えなくなってしまう欠点もあった。極めて不評な上に、問題三席であり、早期の改善が各所から強く求められていた。そこで、誰にでもわかる標識を目指しデザインは1979年に公募され、およそ3300人の応募の中から、図案評価実験等を経て、小山津俊文の作品が入選。 大田幸雄による改良を経て1982年1月20日に消防庁告示、同年4月1日に施行された。前述の理由からか消防庁告示からわずか1年半の間で70%以上の誘導灯が新表示、現行デザインに取り替えられたという。また1987年には消防庁告示のものに河川を追加したデザインのピクトグラムが 国際標準化機構が定める国際規格 ISO6309-1987 に組み込まれ国際標準になった ISO7010-2003 にも規定されている2018年現在日本とほぼ同等のピクトグラムを採用する国、地域はイギリス、オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランドなどがある 欧州連合加盟国の多くの国々では文字を表示せず、ピクトグラムのみを表示している。この EU 指令で規定されているピクトグラムは ISO 標準のものと異なり、扉と人が別になっている。アメリカ合衆国では、州などの自治体が定める基準によって異なり、多くは赤、または緑で Exit の文字のみの標識が使われている。伝統的には、 赤文字でのイングジットの表示が使われており、例えばニューヨーク市の2014年建築基準では赤いイグジットの表示のみが規定されている。カナダで1995年に定められた国家建築基準でも赤いイグジットの表示となっていたが2010年の改正より ISO 標準ピクトグラムになった。日本では建築基準法によって建築物の構造における 避難場及び消火場必要な基準、避難階段などが定められている。また、建築基準法によって、避難施設部分を一定照度以上保つための非常、非常用照明器具の基準、消防法によって非常用出口、避難口の定義と非常用出口へ誘導する標識、誘導等の基準が定められている。非常口を示す文字やピクトグラムのデザインは、 消防法施行規則に基づいた消防庁告示、誘導等及び誘導標識の基準で定められている。日本工業規格では、これとのダブルスタンダードを回避するため、案内用図記号を定めた JISZ8210 や安全標識を定めた JISZ9104 では規定されておらず、参考として記載されている。ピクトグラムの周囲が、緑地の標識と、 白地の標識の2種類があり、緑地のものが非常口そのものに設置される。白地のものは廊下、通路に設けられるもので、非常口がある方向を示しているに過ぎないため、すぐ近くに出口があるとは限らない。ピクトグラムが制定されたばかりの頃は、すべて右矢印の場合でもピクトグラムの人型は左向きであったが、その後は非常口のある方向が、 直感的にわかるよう、ピクトグラムを左右反転させて、人型が非常口の方向に向かうように表示される。左右両側矢印の場合、人型は基本的に左向きである。1994年にはピクトグラムのみのコンパクトスクエア型が登場。その後は、光源がレイン極蛍光灯から LED となって、省エネ化が進み、2018年現在、 日本では LED 式のコンパクトスクエア型が主流となっている。また、2009年の基準改正より、高土地区公式誘導標識での代用も一部で認められている。誘導塔の設置基準は、消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号により定められており、この2つの標識は、商用施設、 工業施設、宿泊施設などに対して設置が義務付けけられている。通路の一定の間隔に通路誘導灯が脱出可能な出口に避難口誘導灯が設置されている。これらは蓄電池により数十分から数時間程度点灯し続ける能力を有しているため、避難の際にもし停電したとしても脱出の目標として使用できるようになっている。通常の誘導灯では、 約20分以上、長時間点灯型では1時間以上となっている。また最近では、キセノンランプ点滅装置、ストロボ、音声案内装置がついている機種もある。誘導灯の明るさが支障をきたす劇場や映画館等では、上演中や上映中に消灯する場合も多いが、非常時には自動火災放置設備と誘導灯用信号装置により点灯するようになっており、 その旨の告知放送が、館内放送によって行われる場合がある。またこれらの場所では、公演や上映に支障がない程度の明るさで足元を照らす、客席誘導灯が設けられていることが多い。ただし、誘導灯を消灯する場合、消防法施行規則、第28条の3、消防予第245号により消灯の条件が、定められている。 1982年以前に落成された建物においては、新デザインへの取り替えを強制していないため、建物の改装や誘導灯の更新などを行っていない限り現在でも制定以前のままである。誘導灯は内部に充電式電池と電池で、蛍光灯、または電陰極蛍光灯、LED を点灯させるインバータ、充電回路、 通常点灯用の安定器が内蔵されている電池、内蔵型と充電回路と充電式電池を持たない電源ベッチ型がある。両者の見分け方は簡単で、機能チェックをするための点検スイッチと正常に充電されていることを示すモニターランプ、1985年以前の古い器具は赤色。それ以降は緑色で、現在は緑色の充電モニターと赤色のランプモニターが、 装備されているがないのが、電源ベッジ型である。電源ベッジ型は、器具自体は、多少安価だが非常用電源装置、誘導等は蓄電池限定が必要で、器具と非常用電源装置の間は、耐火配線、摂取860度から30分に耐える必要があるでの工事となり、小規模な場合割となるので、大規模な施設で使われる。1999 平成11年9月21日の消防法改正で A 級、表示面の縦寸法が0.4メートル以上 B 級、表示面の縦寸法が0.2メートル以上0.4メートル未満 C 級、表示面の縦寸法が0.1メートル以上0.2メートル未満になった。現在は百九十九年に製造が始められた LED 光源のものが主流であるが、 蛍光灯のものが主流であった。消防法改正前までは大型。基本は、蛍光灯40ワット2灯。特殊場所、天井が低く、40ワット2灯のものが取り付けできない。場所用2灯。中型、蛍光灯20ワット1灯。小型、蛍光灯10ワット1灯であった。BQ は BH 型と BL 型とがあり。BH 型は、QO 型のうち、 蛍光灯 32W35W または 40W1 灯のものに該当し、BL 型は吸虫型に該当する。BH 型と BL 型では大きさが同じでもそれぞれ専用の器具とパネルを使用しなければならない。ただし、LED 光源のものはパネルは BH 型、BL 型とで共用である。a 級は QO 型、蛍光灯 40W2 灯のもの。 C 級は、急行型である。避難口誘導灯、パネルが、緑地のもので、ピクトグラムが強調されている。非常口の場所を示す、通路誘導灯、パネルが、白地のもので、矢印が緑で強調されている。非常口がある方向を示す、階段通路誘導灯、客席誘導灯、これらは通路を照らすものであるがある。避難口、通路誘導灯器具には、 下記のような種類がある。誘導灯の取り付けは、通常天井自家、または専用金具を用いての取り付け、壁取り付け、または天井パイプすり取り付けの3種類である。その他、壁埋め込み型、床埋め込み型がある。安全のために欠かすことのできないものではあるが、常時点灯させるための電力消費が無視できない。そこで、設置可能な場所は限られる。 ガチク機能を持つ高高度赤衛星系版で作成した誘導版が開発され注目されているほか消費電力が少なくレイン極間と比較して色ムラの少ない LED を光源とる誘導灯が実用化されレイン極間蛍光灯、蛍光灯型にとって変わってきている2005年に宮城県のホームセンターに設置されている誘導灯が発火し 商品の一部が焼ける火災が発生した。その後、2006年に札幌市と三重県で誘導灯が発火している。内蔵する蛍光灯安定器 32W40W が稀に異常発熱を起こし金棒旅構成樹脂を焦がしたり発火に至るものである。当初 50Hz 地区のみで多発したためメーカーは 60Hz 地区については対策がやれていなかったが、 三重県で同様の事故が生じたため一斉対策になったカバーの交換と炎症防止金属板を追加する。これらの誘導灯は東芝ライテックが1990年代に製造したもので、全国各地で同じタイプの誘導灯の修理などが行われている。誘導灯を含めて、照明器具は寿命を8年から10年と定めており、 寿命に近づいた器具は点検または交換するように、照明器具メーカーのカタログ等で呼びかけられている。旅客機では、アメリカ連邦航空局及び欧州共同航空当局によって、富士2時の緊急脱出口を設置することが義務付けられている。非常時の脱出の際には、片側の非常口から90秒以内に、乗客全員を脱出させなければならない。 非常口の大きさは以下のように決められている。タイプ A、タイプ I 及びタイプ E の非常口の内側には脱出用シュート、滑り台が取り付けられており、非常時にドアを開けた場合、自動的に展開するようになっている。航空機において、非常口の数と大きさは、航空機の最大定員にも影響する。例えば、ボーイング737において、 マイナス800型とマイナス900型では全長が2.6メートルも異なるが最大旅客定員は同じ189名となっている。これは非常口の数と仕様がマイナス800型とマイナス900型で変わらないことによるものである。つまり飛行機の最大定員は90秒以内に脱出できる最大人数ということになる。非常口の数は 運行に必要な客室乗務員、客室保安要員の人数などにも関わってくる。例えば、ボーイング777から300で満席の際には、客室乗務員は10名乗務させることになる。これは、片側5箇所の非常口があり、通路が2本あるため、乗客の誘導に必要な人数として5にイコール10名必要と算出されるからである。なお誘導等に関しては、 国内線、国際線問わず、日本で考案されたピクトグラムは用いられず、アメリカ式で、非常口イグジット、格言語ごとに異なると書かれた、白地に赤のものが用いられている場合が多い。ただし、ボーイング787及び一部のエアバス機、一部の A330、A380、A350 などに関しては、日本式。 ISO 標準のピクトグラムが採用されていい。船舶では SOLAS 条約において脱出口についても定められている。この条約によると救命胴衣を着用した乗員、乗客が迅速に脱出できるように十分な数の脱出口を備えなければならないことになっている。船舶内から脱出口までの順路には堅固な 構造の足場やはしごを高級的に固定していなければならない。また、各乗員、乗客に対しては、少なくとも2組の脱出経路を確保しなくてはならないこととされている。バス車両は普通乗用車などと比較し車高が高く、構造上出入り口が片側にしかないことに加え、変形した乗降扉を内側からこじ開けたり、 窓ガラスを割って脱出しようとすると転落などの二次災害の元にもなりかねないため、乗降用の扉とは反対側の側面、または後部において脱出口を設置する必要がある。欧州では窓の寸法を大きめに設定し、非常時にはガラスをハンマーで破って脱出口とする例が一般的である。ガラスの中心を非常用ハンマーにより叩くと、 ガラス全面が細かく破壊され脱出口となり、座席を踏み台として窓から車外へ脱出することになる。この場合、ガラス破片が尖らないようにする必要があるため、強化ガラスを使用することになる。一部の車種では屋根状に脱出口がオプションで設置できるようになっており、換気口を兼ねた構造となっているものもある。日本のバス車両の保安基準においては、 用事専用車と30人以上の定員を有する自動車においては座席ごとに乗降口がある場合を除いて必ず非常扉を設置しなくてはならない輸入車においても例外ではなかったが近年の輸入車においては実証試験を行った上で先に記述した窓ガラスを脱出口として使用する使用も認められるようになっているバスの非常口表記も以前は窓ガラスに 赤文字で、非常口と記載してあったが、バス事業者により横書きと縦書きの違いも見られた、現在はピクトグラムを使用している。欧州では、バスと同様、窓の寸法を大きめに設定し、非常時にはガラスをハンマーで破って脱出口とする例が一般的である。現代のアメリカの鉄道では、窓枠ごと外せるようになる形で非常口を備えている場合が多く、アムトラックや、 各地の通勤鉄道で見られる。アムトラックでは、航空機のような避難の手引きを客席に用意し、非常時に備えている。日本の鉄道車両においては、普通鉄道構造規則により、乗降用の扉が少なく、非常の際に旅客の脱出に支障がある可能性がある場合は、非常口を設置することが義務付けられている。非常口のサイズは、幅40センチメートル以上。 高さは 120cm 以上と定められており、外開き度か引き度のいずれかとされている。地下鉄の場合は、速報への対比が困難な場合が多いため、編成最前部と最後部のつまみに非常口が用意される。新幹線においては0系で採用されていたが、2000番台以降の後期の製造車では廃止され、他の形式も一切採用されていない。また、 前方から強い衝撃を受けた際に貫通扉が開いたり脱落することで全面に大きな損傷を受けた際にも非常口としての機能を維持できる構造になっているものもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。